ここは伊勢神宮内宮前のお祓い町と呼ばれる通りです。神宮参拝の観光客で連日ものすごいにぎわいを見せています。人口13万人の伊勢市にピークでは年間で100倍を超える入り込み客が来たそうです。この一大観光地で私、田中貴子はアルバイトをしています。今回は私のアルバイト先であるこの通りで現代版お伊勢参りを迎える人々の心について取材しました。私の働くおかぎ横丁は平成5年の式年遷宮を機に作られました。名前の由来は鳥居前町で商いを続けてこられた感謝の気持ちと、江戸時代に庶民の間で流行したおかげ参りの故事にちなんでいます。江戸時代の伊勢参宮街道のにぎわいを再現した景観は来た人を懐かしい気持ちにさせ、毎日県内外から多くの観光客が訪れます。そんなおかぎ横丁の一日は内宮の方角を向いて行われる神宮遥拝から始まります。神宮遥拝礼。昼頃になると観光客も増え、おかげ横丁は賑やかさを増します。横丁の中心にある太鼓櫓からは威勢のいい太鼓の音が聞こえてきます。おかげ横丁の呼び物真言太鼓は、太鼓の演奏を通して今あることに感謝する真言感謝の気持ちをお伊勢参りの人々に届けることを目的に、週末を中心に1日 3,4 回演奏しています。私はアルバイト先で大変お世話になっている井出口勝利さんにおかげ横丁を案内していただきました。気づきました。これはね、実は伊勢音頭の馬脚です。ここに書いてる一緒に一度でも伊勢のね、ちょっとこういうふうにしてずっとここに、ここはここだけじゃなくて今の職人長屋のところも全部あります。まあ今は気づいたと思うんですけど、実は横丁も一つ、もう一つ面白いのはこういう屋根の上を見てください。実はあそこに、実は見ざる聞かざる言わざるじゃなくて、見る猿聞く猿ね、それが言う猿という形で。あそこありますね。おかげ横丁は見えないところにも訪れる人を楽しませる仕掛けがたくさんあります。古い伝統を守りつつも新しいものを取り入れる、そんな横丁が大切にしていることがあります。今はそのおもてなしという言葉が流行ってますけど、実はこの地にはもう江戸時代からそういうおもてなしという旅っていうのは今みたいに交通が便利が良くないんです。ですから全部昔はわらぞうりでしょうし、ね、わらぞうりだって1日2足ぐらい行きます。約40キロ歩きます。だからその時ここ来て、あ、やっと伊勢に着いたって言ったら、伊勢の人がね、足を洗ってもらったり、おにぎりを、だからこれが施業ですよね。施業っていうのはそのさっき言ったようなおもてなし、だから我々はそのお客様に対してありがとうございますという言葉でお迎えしたという形です。今年の9月は連休が重なり、お祓い町は多くの観光客が訪れ、いつにも増して活気づいていました。1回来た時と2回3回4回みんな来たら感じが違うじゃないですか。で、若い時受けた気持ちとね、こうして年取ってから受ける気持ちというのはもう全然また違います。何回来ても、だからもう何べでも来たいですね。新
とりあえず今日めっちゃ人多くてびっくりしたんですけど、でもすごい広くてめっちゃ建物もすごい綺麗で感動しました。自然のイメージがあんまなかったんですけど、自然も多くてすごい綺麗で川も綺麗ですごいいいとこだなっていう印象です。二礼二拍手一礼ですか、守ってられて、いや日本人って結構、ね、皆さん神とか信じてない人が多いと思うんですけど、意外とこうきっちりそういうとこ守ってやるんだなっていうのをびっくりして、ちょっと私も信心深い気持ちに なりました。落ち込み気味だったので最近なので、ちょっとパワーをもらいに行こうっていうことで、ね、ありがとうございます。建物がやっぱ古いのがずっと残ってるのがいいなって思います。まだおかぎ横丁ができる前に、うん、できる前です。できる前ってどんな感じだったんですか。どんな感じというか、こんなににぎやかじゃなかった。あの神社の、ま、から前通りが少しあって、こういうちょっとした食べるお店があったという状態で、これの何分の1になりますかね。もう全然違いますわ、うん、こんなに栄えてくるとは思いませんでした。びっくりしました。大学の友達飯島由紀もこの町でアルバイトをしています。こんな風にお祓い町のお店では、私たちの他にも多くの工学館大学の学生がアルバイトでお世話になっているのです。ここで働き出して約1年、この昔ながらの街並みの中でアルバイトできることをとても嬉しく思っています。このお祓い町の景観を大切にしている人々がいます。白鷹三宅商店の前田依子さんに伊勢お祓い町会議の取り組みについて聞きました。伊勢お祓い町会議というのは、内宮さんの鳥居の前から郵便局あたりの伊勢郵便局、伊勢川郵便局のあたりの両サイドにある商売人さん、そして住んで見える方合わせて62会員さんで組織をして、それで町づくり、景観から住みよい空間、人とのコミュニケーション、いろんなことに取り組んでいる住みよい町を作るということを目標に町づくりをしています。前回の御遷宮の平成5年に向けて、景観ハードの面の取り組みということをまず町づくりして取り組む、その時の一つの事業として平成4年に電柱埋設ということで、下へ埋められるものを埋めて、あとは後ろへ回すとかという形でお祓い町通りから、電柱をなくすという作業と、あと翌年には、敷地石畳にするということで、その石もいろんなことで、赤ちゃんの頭がごちゃごちゃにならないようなガタつきの少ないものとかで風情にあったものという中で石から選ばせていただいて今のような状態になってます。こういう連なった、残り切り状の屋根とか、そういう全体を自分のところだけじゃなくて、お隣さんとの風情も合わせて、家について、考えていただいて、この風情を自分たちも、心地よく思えるということが非常に、これから維持していく中で大切なことだと思ってます。2年前に行われた第62回神宮式年遷宮のおしらいし持ち行事では、各町で結成された奉献団が奉衛者を引き、お祓い町の通りは御遷宮の祝賀ムード一色に染まりました。御遷宮のたびに生まれ変わっていくこの通りを長年見守り続けてきた川西昭和さんにお話を聞きました。川西さんはこの通りで理髪店を営んできました。ここがこんなに賑やかになったのは20年ぐらい前からやさな。現在からこう遡って、ちょっと遡っていくとさ、これまだここ歩く人はほとんどおらへん。でお客さん、お客さんっていうのは内宮へ来る人のことをお客さんって言うんだけど、もう内宮側までバスやこの電車で行って、それであの辺お参りして、あの辺のちょっとの距離やな、100メートルか200メートルぐらいの間に店屋さんがあって、そこでブロブロっとして、それでまた帰ってくる。そういうとこやって、ここが賑やかに
この最近の賑やかになる前はな、うん、寂しいと感じるところもあることはあるな。だけどようなってきてるなっていうこともあるしな。宇の花ドーナツが大人気の豆腐庵山中の主人山中和義さんは工学館大学国史学科の OB、 私たちの大先輩です。おはらい町の歴史や文化について教えていただきました。おはらい町というのは、恩師というものがいまして、その人たちがこのおはらいをした、要するに主罰ですねをした、もしくは今お伊勢さんの場合はお札のことをおはらいさんと言いますけれども、それが要するに全国へ出ていった、そういうところが、おはらい町の由来になっているかと思います。遠方からのお伊勢参りの方を迎えるというのはこの町の大きな特色ですね。それはもう他の三重県内の市町村を見ても、他県を見てもなかなかこういう特徴のあるのはないというふうな気がいたします。ですからそういう先ほど言ったその旅の文化ですとか、あともうここの自然の豊かさですとか、旅の文化っていうのはやっぱりこの町並み景観にもやっぱり色濃く現れていると思います。私四日市から伊勢までも歩いたことありますけども、家の建て方がちょっとずつ変わっていくんですよね。でゴールになると、ああこういう建て方になるのかとか、そういう貴重な建築物も少なくなってきましたけども、そういうのもこの町の魅力なのかなという気がいたします。エビ屋の若旦那小田島春樹さんは新しい目線からおはらい町を活気づけようとされています。僕は外から来た人間から見るとものすごく可能性に満ち溢れた場所だなというふうに思ってます。ただなかなかこの場所にいる方だとどうしても見えない部分っていうのがあると思うんですね。自分たちの地元だと日本人のルーツは伊勢なんだと、まだまだアピールできるところはたくさん僕はあるんじゃないかなというふうにいつも思ってます。内宮の鳥居前には今日もたくさんの観光客が往来します。どのお店も訪れた人々に来てよかった、また来てみたいという喜びを感じてもらおうと、古の時代から伊勢に伝わるおもてなしの心を守り続けています。お伊勢さんとか神宮さんというのがわからないという方をいかにこう減らしていくかといいますかね、日本の国にとってお伊勢さんというのがどういうところなんだというのがこう広く浅くでもいいですから広く伝わると、そしたら伊勢にっていうことにこうなってくると思うんですよ。そしてこの町で働く一人一人がお伊勢さんへの感謝、おかげさまの心を大切にしています。にぎわいではない空間の良さというものを発信していって、今まさに伊勢を満喫できますよってことが伝えていけることができて、その中で先ほど言った通いところに手が届くような優しさ的なものが街の中ににじみ出るようなことができていくと、そうは次の20年まで下がることなくお越しいただけるんじゃないかなと思って、願ってます。日本で一番お客さんが来る観光地という自負を持ってですね、やはり本当の日本を、本当の伊勢を体験していただけるようなお店をとことん考え抜いて作っていくっていうことが、この先20年をやっていく一つの方法かなというふうに思います。おもてなしの心、イコールまたもう一度繰り返しますが、接遇というものをもう一度振り返って、そして次の御遷宮というのが来ると思います。伊勢を旅する人々が抱くさまざまな思い出、温かな触れ合い、今日も懐かしい街並みが人々を優しく包みます。この街で働く人々のおもてなしの心と優しさに触れることができました。社会に出てもこの気持ちを大切にしていこうと思います。ありがとうございました。